放送席、放送席、今日は打のヒーロー2人に来ていただきました。まずは2安打2打点の活躍、川村選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。皆さん、川村選手は本拠地初のお立ち台ということになります。この景色いかがですか？最高です。ちょっと控えめな最高ですをいただきましたが、それにしてもチームはよく打ちましたね。23安打で21得点です。そうですね、あの先輩方がたくさん打ってくれたので気楽に打席に入れました。はい、まずは1本目のタイムリーについて伺いましょう。栗原選手が先制タイムリーを打った後の打席でした。どういう気持ちで打席に入ったんですか？は、栗さんがマジで打点取ってくれたんで気楽に打てました。はい、マジです。そして4回には2本目のタイムリー。この時の打席は追い込まれてちょっとやばいなと思ったんですけど、なんとかいいとこ飛んでくれてよかったです。今シーズン支配下登録されてから素晴らしい活躍を見せています。打率も3割をまだキープしているという、今シーズンのここまでご自身ではどう振り返りますか？今日ちょっと3割切っちゃうかなとか思ったんですけど、なんとか2本打ててまだ3割ある状態をキープできて嬉しいです。これでチームは今シーズン3度目の5連勝ということになりました。チームの勢い素晴らしいですね。もう本当に先輩方がたくさん打って点取ってくれるんで、僕も本当に流れに乗って打てたらなと思ってます。はい、それでは今日は満員御礼ということになりました。最後は元気にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。まだまだ活躍して何回もヒーローインタビューできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まずは一人目のヒーロー川村選手でした。さあ、そして皆さんお待たせをいたしました。今日4安打2ホーマー6打点大活躍の栗原選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。いやー、ものすごい歓声が聞こえてきましたが、栗原選手も実は今シーズン初めてのお立ち台ということなんですね。はい、緊張してます。はい、冗談でしょ。さあ、皆さん聞きたいことはいっぱいあると思うんですけれども、まずは先制の2点タイムリーツーベースからお伺いします。あの時の気持ちどうだったんですか？やっぱりランナーがいたのでなんとか先制点を取りたいなと思ってますし、はい、いい結果になってよかったです。それから今シーズンこれが40試合目なんですけれども、待望の一発がついに飛び出しましたね。そうですね、なんか自分の中でもなんか周東さんに先打たれたのがすごい悔しかったんで、いや、よかったですね。はい、その後タイムリーを1本挟んで次の打席でその周東さんを追い抜く2号のホームランも打ちました。あの時の気持ちは？いや、もう嬉しかったですね。はい、それだけです。ただここまで1本も出ずに過ごしてきました。一気に今日2本出ましたよ。はい、もう少し打てるように頑張ります。はい、それからこれは一つ聞いておきたかったんですけれども、昨日が王会長の84歳のバースデーだったということで、見事な素晴らしいプレゼントになりました。はい、会長に今日お誕生日おめでとうございますと
伝えたのでそれが良かったのかなと思います。はい、伝えられたんですね。さあこれでチームは今シーズン最多の貯金18ということになりました。素晴らしい貯金の数です。はい、もっともっと頑張ります。これからシーズンは交流戦へと突き進んでいくわけなんですけれども、まだまだチームとしては勢いを増していきたいというところだと思います。最後にファンに向けてメッセージ一言お願いします。はい、明日京セラドームですけど、なんとか勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは河村選手、そして栗原選手でした。放送席どうぞ。今日はなの2人のヒーローが呼ばれましてヒーローインタビュー答えてくれました。まずは河村選手ですね。今日は2本のタイムリー2打点ということで、そして栗原選手は今日は4安打ホームラン2本にツーベース、そしてシングルすべて打点がついておりました。今日は6打点という大活躍ということになりました。まあ、この栗原、河村がね、この初回ですね、2回にね、先制のタイムリーとそれから、追加点のツーベースヒット、これが、ありましたので、もう一気に流れが来たという感じになりましたね。そうですね、もうそこでの勢いをね、そのままこう、はい、他のバッターにもね、こう流れに乗ってというね、はい、そういう形でね、もう一気に決めましたよね。はい、もうなんか2回の攻撃止まらなかったですよね。しかも全部センターオーバー、センターオーバーツーベースでしたし、ね、なかなかこの長打がね、ここまで続くことないですからね。そうですね、はい、柳田選手にも、